ネズッとみちゃんです。僕今日ね、ユニバに来てるんですけども、おそらくですね、僕の動画を見てる方の中には、これからね、年パスね、買おうと思ってる方ね、いらっしゃると思うんですよね。だから今日はですね、ユニバの年パスを徹底紹介します。2022年バージョン、イエーをやっていきます。で、今回ですね、ユニバの年パスの種類とか、あとは買い方とか、あとは年パスのメリットとかもね、紹介しようかなと思ってます。で、今日はですね、まあ、紹介動画なんで、ちょっとボケ少ないです。うん、で、ちなみにですね、このモメ TV ですね、今後ですね、ユニバの役立つ情報をね、お届けするんで、ぜひね、チャンネル登録お願いします。で、このモメ TV ね、今年までにね、本気でね、登録数ね、10万人ね、目指すんでね、ぜひね、拡散と登録ね、お願いいたします。じゃあ、早速ね、やっていきます。僕は VIP です。で、まずはですね、ユニバの年パスの種類でしょうね。で、ユニバの年パスはですね、全部でね、3種類あるんですよね。で、この3種類のね、まあ、大きな違いはですね、除外日があるかないかなんですね。だから、日によったらユニバに入れない日がですね、その年パスによってね、ちょっと違うんですよね。それがね、ちょっと大きな特徴なんですよね。で、まずね、一個ずつね、紹介していきます。まずは、で、まずはですね、年間パスポートライトですね。で、年パスライトは、除外日がだいたい70日間ぐらいあるのかな。で、値段はですね、大人12歳以上が19,800円で、子供4歳から11歳が13,800円なんですよね。で、年パスライトの除外日は、基本的に土日や除外日なんですよね。だから土日ね、入ることはできない可能性が多いんですよね。あとはですね、その春休み期間とか、夏休み期間とか、あとはゴールデンウィークとか、そういうね、大型連休の日もですね、除外日が多いんですよね。だから年パスライトはですね、そういうね、土日とか連休はですね、行くことができないので、まあ仕事終わりに行く方とか、あとは学校終わりに行く方とかがね、おすすめかなと思いますね。うん。だから年パスライトに限っても結構ですね、遠方の方よりはですね、結構ユニバの近くに住んでる人がね、結構ね、買ってるイメージが多いですよね。だからぜひね、これからね、学校終わりに行きたい方とか、そういう方いたらね、ぜひね、またね、これね、参考にしてください。そして次はですね、こちらです。で、こちらはですね、まあ、普通の年間パスポートですね。だから、多分一番ね、持ってる方が多いと思いますわ。で、こちらはですね、まあ、大体除外日が年間20日ぐらいで、値段はですね、大人12歳以上が26,800円で、子供4歳から11歳が17,800円なんですよね。で、これが一番ね、ベースかなと思いますね。うん、買うとしたら。で、この普通年パスの除外日はですね、例えば3連休のうちの1日とか、ほんまに大混雑しそうな日はですね、除外日となってるんですよね。でもね、土日はですね、基本的にね、まあ入れるので、まあまあ基本的にユニバの年パス買いたい方はですね、これがね、一番ね、いいかなと思いますね。そして次はですね、こちらです。そして次はですね、年間パスポート VIP ですね。で、こちらですね、除外日がですね、なしなんですよね。だから、いつ行ってもね、ユニバに入ることができるんですよ。で、値段はですね、ちょっと高くて、12歳以上、大人が37,800円で、子供が25,800円なんですよね。だからまあ、年パスの中でも一番高いんでしょうね。ですけど、この年パス VIP はですね、他の年パスの人が入れない日でもね、入ることができるので、まあ、365日ユニバに行きたい方はね、おすすめかなと思いますね。そして次はですね、ユニバの年パスの購入方法ですね。で、購入方法は全部でね、3パターンあるんですよね。で、まず1個目が、ウェブチケットストアで購入することですね。で、こちらはですね、USJ の公式サイト、もしくは USJ の公式アプリからですね、すぐにですね、年パスをね、買うことができるんですよね。で、このね、ウェブチケットストアの支払い方法は、クレジットカード決済、もしくはコンビニ支払いのね、この2パターンなんですよね。で、年パスの受け取り方法はですね、パークで実際に引き返してもらうか、もしくはですね、宅配でね、してもらうかの、この2パターンなんですよね。で、購入方法なんですけども、まず、クラブユニバーサル会員登録が必要なんですよ。で、これ、ね、一応ね、無料なんでね、ぜひね、まだね、してない方はですね、またね、してみてください。そして、個人情報を入力して、そして、年間パスポートの有効期間の開始日をですね、指定するんですよ。そしてその後にね、ユニバのね、その年間パスポートの受け取り方法を選ぶんですよね。で、これだけでね、年パスをですね、すぐにね、買うことができるんですよね。
で僕的にもですね、遠方の方とかですね、これがね一番おすすめかなと思いますね。そして2個目はですね、ユニバに実際に来てチケットブースで買うことですね。でこれはですね、まあ、普段のそのユニバのチケットブースでチケット買う方法と全く同じなんですけども、支払い方法はまず現金、そしてクレジットカード、そしてギフトカードとかでね買うことができるんですよね。でこちらの買い方はですね、普通のチケットと同じで、まずチケットブースで年パスを購入して、その後に年間パスポートの有効期間の開始日を指定して、でパーク入場後にその年間パスポートセンターで個人情報をね登録するんですよね。で動画の後ろの方でね、その年間パスポートセンターでの個人情報の登録方法をですね紹介するんでね、ぜひねまたね見てください。で3つ目がローソンで買うことですね。でこちらですね、ローソンチケットもしくはロッピでね買うことができるんですよね。でこのね受け取り方法はですね、パーク引き換えしかないんですよね。だから実際にユニバに来てね引き換えしてもらうことしかできないんですよね、今のところは。そして支払い方法はですね、ローソンの店頭支払いなんですよね。だから現金クレカとか、あとはその電子機器とか、そういうのでね、まあ、支払うことができるんですよね。そしてローソンの購入の流れはですね、まあ、2パターンねあるんですよね。でまず1個目がローソンチケットの場合ですね。でローソンチケットの場合ですね、L コードをローソンチケットで検索して購入の手続きをね行うんですね。でその後にローソン店頭でね予約券をね受け取るんですよね。でもう1個がロッピの場合ですね。でロッピの場合もですね、L コードをローソンの店頭にあるロッピでね購入の手続きを行って予約券をね取得するんですよね。でこの予約券がねすごいね大事なんですよ。そして出てきた予約券を持って実際にねユニバのチケットブースにね引き換えるんですよね。主にこのね3つがですね、まあ、ユニバの年間パスポートの買い方なんですよね。そして次はですね、ユニバの年間パスポートのメリットとかねお話します。で結構ね質問でいただくのは、ユニバって年パスを買ったら何回くらい行ったらね元取れるんですかって結構質問いただくんですけども、まあ、大体ね3回以上行ったらね元ね取ることができるんですよね。だから例えば夏休みシーズンに1回、ハロウィンシーズンに1回、クリスマスシーズンに1回ね行くだけでね元ね取ることができるんですよね。だから結構ね遠方の方でもね年パスね持ってる方多いんですよ、ユニバって結構。あと年パスを持ってたらユニバに自由に出入りすることができるので、再入場もねすることができるんですよね。でユニバの一般チケットって1回入ったら出ることが基本的にはできないんですよね。ですけどこの年パスを持ってたら、例えばお昼ご飯食べに行くときに外のねお店に食べに行くこともね全然ねできるんですよね。これがめちゃくちゃいいかなと思いますね。あとはですね、特典もね多いんですよね。で前のねチケットの動画で分けたんですけども、ユニバの年間パスポートを持ってる同伴者の5名までがねスタジオパスをね割引でね買うことができるんですよね。こういうね特典とかもありますし、あとはですね、公式駐車場がですね1000円割引なんですよ、年パスを持ってたら。これもねめちゃくちゃいいかなと思いますね。あとたまにユニバの中のフードとかグッズもですね、年間パスポートを持ってたね割引でね買うことができることがあるんですよね。だから年パス持っててもね結構ですね、例えばまあ特典とかもねついてくるのがいいかなと思いますね。そしてあとユニバの年パスには年間スタジオパスプラスっていうのがあるんですよね。でこちらですね、年間パスプラスクレカ機能があるんですよね。プラスだけの特典がねあるんですよね。でこのプラスだけの特典はですね、カード利用でプレミアム貸し切りイベントやエクスプレスマスなど特別なボーナスプレゼントがあるんですよね。でカードの利用で貯めたポイントはですね、次の年の年間パスポートの更新価格割引に使うことができるんですよね。あと自動更新を選択したら更新忘れの心配もないんですよね。でもちろんですね、先ほど言った年間パスポートの特典もですね、もちろんね適用なんですよね。だから、まあ、僕のね視聴者の中でもね、ちょくちょくねこの年パスプラスね持ってる方いるんですよね。うん、で僕自身ねこれ持ったことないんで、ね、ちょっとあんま詳しいことは分からないですけども、ぜひねこれね買いたい方はですね、またね参考にしてください。あと最後にユニバの年パスのアップグレードと更新についてねお話します。でアップグレードは、例えばワンデースタジオパスを買ったけど年パスにしたい方とか、あとはその年パスライトを持ってるけど年パスVIPにしたい方、それをね変更できるのがねアップグレードなんですよね。でアップグレードの仕方はですね、単純にその持ってるチケットと買いたいチケットの差額を払ったらね、まあ、アップグレードすることができるんですよね。
だから年パスライトから年パスビップにしたい方ですね、その年パスビップのお金の差をですね払ったらねアップグレード完了なんですよ。ですけどワンデースタジオとかそういうね普通のチケットの場合ですね、その入場当日のパーク内でのみねアップグレードね可能なんですよね。だからその次の日とかにねアップグレードはすることができないんですね。これがねまあ注意点かなと思います。あとはですね、すでに年パスを持っている方はですね、例えば年パス更新したい方いると思うんですね。その年パス更新についてもね、お話します。で、年パス更新購入は、有効期間が切れる2ヶ月前からね、することができるんですよね。で、有効期間が切れてしまったらね、年パスの更新はですね、することができないんですよね。これが注意点となります。そして更新をしたら、まあ、自動的に有効期間終了日の翌日からですね、1年間有効のパスをですね、購入することができるんですよね。だからこれやってたら、うっかりですね、あ、今日年パス切れてないわ、とかならないんですよね。だからまあ、すでに年パスを持っている方で、次もね、購入しようと思っている方はですね、事前にね、更新するのもね、ありかなと思いますね。はい、じゃあ以上がですね、ユニバの年間パスポートの内容となります。で、まあ、これだけね、押さえてたらね、もう絶対ね、買えると思います。で、最後に、ユニバの年間パスポートセンターでね、個人情報の登録の仕方ね、教えるんですけども、その前に、ユニバの年間パスポートね、1回にね、買ったらですね、初回のみね、チケットブースでね、顔認証しないといけないんですよね。そして年パスの顔認証は、まあ、クルーさんがねもう勝手にやってくれるので、まあ、こちら側でねなんかねアクションとかいらないんですよね。そして今年ね勝ったらほらマリオの年間パスポートでした。めっちゃ嬉しい。そして年間パスポートセンターですね、ユニバのエントランス入って左側に進んだ場所にねあるんですよね。そしてこちらがですねユニバの年間パスポートセンターですね。でこちらの方でね、まあ、個人情報の登録するんですけども、今ね18時なんですよね。で今日のね閉園時間が19時なんですけども、受付終了してるんですよね。でこれがちょっと注意点で、年パスセンターにもね営業時間があって、まあ開く時はですねパークのオープン後ぐらいにね開くんですけども、閉まる時が閉園時間のだいたい1時間前ぐらいにね閉まってるねパターンが多いんですよね。だからぜひね、まだ注意してください。ですけど年パスセンターでね個人情報を登録できなくても、こちらの、まあ、ゲストサービスにね一応ね個人情報登録ができるんですよね。で僕はですねやっぱ年パスセンターでね個人情報登録ねしたいので、後でねまた来ますわ。そしてね再びねステージ18ねやってきました。で年間パスセンターなんですけども、まあ、混んでる時はですね一応ね待ち時間もねあるんですよね。だから行く方はですねぜひねそこもね注意してください。そして今からですね入っていきます。そしてアップグレードとかの場合はですね、こちらのチケットブースにね手続きねするんですよね。そして個人情報登録はですねさらにね奥の方でね登録するんですよ。ここにかざす。で、ここで今操作をしていくんですよね。これで個人情報登録 OK です。はい、じゃあね、これでね、個人情報登録ね、終わりました。で、結構ね、質問いただくんですけども、年パス買ったら絶対にこれをしないといけないんですかって質問来るんですけども、正直言って、これしなくてもね、この年パスは使うことができるんですよ。じゃあ、なんでこれをするかって言ったら、まあ、確実にこれが僕のものと決定したんですよね。だから例えばこの年パスをなくした時に、ね、再発行ができるんですよね。で再発行の料金も、ね、200円でちょっとかかっちゃうんですけども、そういう、ね、ことも、ね、できるんですよね。で個人情報登録しなかったら再発行できないんですよ。これが結構ね、でかいかなと思いますね。で、まあ、個人情報登録者にね、まあ、多分5分ぐらいで終わるので、しかも無料でできるんで、まあ、やっててもそうはないかなって感じですかね。はい、じゃあですね、2022年バージョンのね、ユニバの年パスについてね、話していきました。ぜひね、これからね、買う予定の方はですね、またね、参考にしてください。はい、じゃあね、これからもね、いろんな動画あげると思うので、ただ、グッドか、通知ボタンも押せが、だけで、バーイ。